サブチャンネルです。撮りましょう。撮りましょう。ちょっとこれね。どうしたの？これなんだろう。いや、それ俺の銀行のやつ。お前の銀行のやつ下置かないで、ここに。元に戻してて。なんで？おかしいでしょ。まあいいや。汚い。部屋汚い。ちょっとね、イメージ悪いだろう。何が？いや、飯食ってていいよね。いや、イメージ悪いだろう。いや、飯食うのはいいだろう。よかったって思うんだから、みんな。ね、飯食ってて。マネージャー。いや、お前じゃあよかったって思うんだな、みんなが。うん。自分のアレルギーって全部。エビアレルギー。こいつ、エビドリア食うんすよ。そんなこと言って。エビは食わないから。じゃあみんな、なんか、俺が食わないと心配するから、とか。うん、適当なこと言って、うん、コンビニ行ってエビドリア買って内緒で食えばバレないと思ったんだよ。ちょっと痒くなるくらい出てんじゃん、症状。いや、でも美味しいんだもん。エビ？エビ以外これ本当に俺エビ食わない。いや、違うエビ周りだっていつもエビあげてるじゃん、俺。いや、俺エビ食ってるけど、その時、うん、エビ汁は出てる。エビ裸なんだから、ここで。いや、この辺りをこうやってやるから、大丈夫。エビめっちゃうまいぞ。で、それ知ってる。俺昔エビ好きだったの。めっちゃうまいじゃん。うん、天ぷら食えないんだよ。お前隠れて電話行ってんだろ。バレてる。後輩とだけ後輩と行く時だけ電話行くでしょ。バレないでんな。うん、でも最近もう俺が後輩に言ってるからね。あいつエビダメだから電話行くなって。これ海外に留学に行ってた先輩がおお俺がさエナジードリンク好きだから買ってきてくれたの。これいうかさ、うん、今俺これ買ってきたじゃん。うん、でかいの選んだのよ。うん、もっと大きいんだね。よりでかい。へぇー、それ知らなかった。モンスターと同じ大きさじゃない？確かに。ちょっとさ、飲んでみていいまず。で、今日はこれを全部、まあ、混ぜてみようかなっていうね。そうしよう。シンプルなやつ。で、ちょっとね、飲んでみたいんですよ。やっぱり。ブルーから飲もう。ブルータス。お前もか。ん？何？ブルーベリーみたいな。どう？うわ、すげえな。ブルーベリーみたいじゃない？なんかアメリカっぽい。ああ、なアメリカのグミみたいな。お前カフェインアレルギーだよな。ほんとだった。はい、次。はい。オレンジ。ああ、オレンジだけど。うん。ああ、やっぱそれはそのままなんだ。じゃあ、レッドいきますよ。クランベリー。はい。なんか、やっぱジュースに近いんだね、向こうは。まあ確かにな。うん、トロピカル。ん？トロピカルの匂い結構強烈だな。マジか。おお、一番味が濃いわ。ほうほうほう。トロピカルが。どれが一番うまいの？これ。え、マジ？いや、多分本当にレッドブルーのこれってさ、何味かって言われたら答えらんないもんね。そうだね。でも全部ね、ジュースみたいな感じだからね、味はついてる、すごく。日本のレッドブルーね。100。うん、見やすいけど、こっちの方が飲みやすいんだけど、なんかすごい甘ったるくて、エナジードリンク感がちょっとないな。あー、おジュース感な。うん。カフェインどんぐらい入ってんだ、ちょっと見てみるか。あ、確かにカフェインの量ね。いや、オンスで書くなや。分かんなかった、オンスだから。うん、114。いや、でももう揃ってないから分かんないじゃんな。まあ100あたり100ぐらいだな。あ、30ぐらいか。同じぐらいってこと？32だから。あ、本当にぴったりぐらいなんじゃない？ちょっと寂しいけどな。ガン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 入ってきて驚きたかった。それ用意してたりな、うん、ってじゃあ混ぜましょうか。混ぜましょう。トロピカル。うん、いいね。オレンジ。うん、いいよ。ガヤすげえな。ブルー行こう。いや、ブルー赤いのすごいな。ブルー赤なんだよ。赤なんと赤、レッドな。うわ、レッドめっちゃレッドすごいな。はい、ね、だからもう完全にジュースだな、これ。日本だけ、じゃあ日本入れる前ちょっと飲んでみていい？うん。まあ全然美味しいぞ。飲みやすい、ジュース。あ、うまいな。めちゃめちゃ飲んでない？
ああ、ね、飲めるね。マジか。いや、ごくごく飲んでるじゃねえか。ごくりごくりと飲んでるじゃねえか。いや、マジ飲まない。いや、最悪だよ。じゃあ、面白優先しすぎだって。美味しいね。美味しい、うん。もしもし。あ、お疲れ様です。あ、大丈夫です。はい。はい。じゃあちょっと、こう、それも含めて、含めて3分だから。入るこれ一気にね。俺はいけるぞ。いや、じゃあお前2だからだよ。いや、やばそうね。いや、入んなら見せるだけでいいよ。こう入れるよって。なんなんなん。ねえねえ。それか。こっちでしょ。大丈夫だろ。いけた。オッケー。